ビジュを生成したいけどどうやって生成できるの BRA V6 モデルってどうやって使えるの BRA V6 はリアル、実写の画像生成をすることができますですから、AI ビジュを生成したい人におすすめのモデルになっていますこの動画では、BRA V6 モデルを使って AI ビジュを生成する方法について解説します e r a v 6のダウンロード url をコピーについて e r a v 6を使う場合、モデル配布サイトのシリット AI からインストール、ダウンロード url を取得することができます。シリット AI にある brav6 のモデルページにアクセスしてください。右上にあるダウンロードボタンにマウスカーソルを合わせてから右クリックしてください。Google Chrome を使用している場合は、リンクのアドレスをコピーを押してください。 Google コラボ上で使用するので、メモ帳などにペーストして貼っておきましょう。Google コラボでコードを追加するについて、Google コラボにアクセスしてください。ファイルを押してからノートブックを新規作成を押してください。研修を押してからノートブックの設定をクリックしてください。ハードウェアアクセラレータから GPU を選択してから保存をクリックしてください。 erav6 を使用するためのコードを入力します。こちらは先ほどコピーした erav6 のダウンロード url を使用したコードの記入例になります。erav6 モデルのファイルは stable diffusion ス,スラッシュの後に入れるようにしないとエラーが起きて使用できないので確認してください。erav6 モデルを使用するためのコードと stable diffusion web UI を起動させるコードの全体のサンプルは 説明の概要欄に貼っているブログリンクに記載しているのでコピペして使ってみてください。入力したら右上にある実行ボタンを押してください。コードの量によりますが数十分後くらいに、最後に表示されているグラジオトライブと書かれたリンクが表示されるので、クリックして Stable Diffusion Web UI を起動させてください。AI ビジョンが像生成するについて、Stable Diffusion Web UI を起動したら、 左上にあるチェックポイントモデルから BRAV6 を選択してください。次はプロンプトとネガティブプロンプトの設定になります。AI ビジョンを生成する場合は、プロンプトとネガティブプロンプトには品質に関する呪文を入れておきましょう。プロンプトにはクオリティの高い画像生成だけをさせるために、マスターピース、ベストクオリティ、ウルトラディテールド、8K などの呪文を入れましょう。 ネガティブプロンプトには低品質の画像生成を省くために、ワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティの呪文を入れましょう。今回は AI ビジョを生成するので、プロンプト内にガールカウマンの呪文も入れましょう。次に画像サイズを設定します。イグスは512でハイトは768か1024に設定すると、質の良い画像生成結果が得られやすい傾向にあるのでおすすめです。 サンプリングメソッドではモデルによって質の良さが変化するので試行錯誤して良い方法を探す必要があります。この例では d p m 2 m s d e カルラスを選択します。サンプリングステップスが20ですとアニメ風のイラストでは質が良い傾向にあります。ですがリアル実写の場合は質が悪くなりやすいので40以上に設定することを推奨します。 ハイレゾリューションフィックスにチェックを入れて高解像度にさせる設定をします。アックスケーラーを R-ESRGN4X プラスに合わせてください。デノイジングストレングスを0.36くらいに設定しましょう。アックスケールバイを1.5に設定して画像サイズを横768縦1152で画像生成させます。設定したら右上にあるジェネレートボタンを押してください。 生成した結果がこちらになります。可愛い,い AI ビジョンを生成することができました。まとめです。BRAV6 を使うにはシリット AI から BRAV6 モデルのダウンロード URL を取得しましょう。そして、Google コラボで BRAV6 を使用するためのコードを追加することで使えます。BRAV6 はリアル、実写の生成に向いているので、 AI 美女や AI グラビアを画像生成したい人におすすめのモデルになっています以上で DRAV6 モデルを使って AI 美女を生成する方法について解説しましたアイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました